神奈川県立保健福祉大学の平瀬と言います今回は介護予防領域におけるペインリハビリテーションといったテーマで講演をさせていたただきました内容としましては高齢期における心身の変化について話をさせていただきまして主要な要介護原因であるサルコペニアロコモフレイルの概念についてそしてサルコペニアロコモフレイルと疼痛について話をさせていただきました。 そしてその後に高齢者における疼痛の特性について話をさせていただきまして実際の介護予防領域におけるペインリハビリテーション具体的には高齢者における疼痛の持続悪化を予防する介入戦略と疼痛の新規発生を予防する介入戦略の実際について話をさせていただきました。ぜひご視聴くださいいままず本日の流れについてにつてなります まず最初に高齢期における心身の変化について話をさせていただきましてその後、主要な要介護原因の理解具体的にはサルコペニアロコモフレイルの概念について整理をしてその後にこのようなサルコペニアロコモフレイルと疼痛との関連性について話をさせていただきたいと思いますそしてその後高齢者における疼痛の特性について話をさせていただき 最後に介護予防領域におけるペインリハビリテーション具体的には高齢者における疼痛の持続悪化を予防する介入戦略の実際についてそして高齢者における疼痛の新規発生を予防する介入戦略の実際について話を進めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますまず高齢期における心身の変化について話をしたいと思います はい、こちらのグラフになりますけれどもこれは本邦ににおける年代別人口のの推移を表したものになりますこのグラフの青色で示している人口は0歳から14歳の方の人口そして緑でお示ししておりますのは15歳から64歳の方の人口そしてこの黄色でお示ししておりますのが65歳以上の方の人口すなわち高齢者の方の人口と。 いう,うなところになります現在2024年ですのでまあこれくらいになろうかというふうに思いますけれども、えー、我が国の総人口の数は減少していっていてまあ、この傾向は今後も持続していくというふうなところが明らかとなっておりますそしてその中身を見てみますと0歳から14歳の方の人口それと15歳から64歳の方の人口すなわち 働き手の人口はどん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 ん減少していく一方で高齢者の方の人口はずっと増加していくというようなところが明らかとなっておりますので本邦は少子高齢化といったところがまあ進行しているというようなところが言えるというようなところになりますそして本邦の高齢化率は世界第一位となっておりましてその高齢化率は29.0%というふうになっているというようなところになります そしてこの黄色の方々高齢者の方々の人口をもう少し詳しく見たのがこちらのグラフになりますけれどもこの水色でお示ししておりますのは65歳から74歳の方の人口すなわち前期高齢者の方の人口になりますそしてこちらの赤色でお示ししておりますのは75歳以上の方の人口すなわち後期高齢者の人口と。 いう,ようなところになりますけれども、これ見てもらうと分かり通り、高齢者の人口はどんどん増えていく中でも、75歳以上の高齢者人口が急激に増加しているという,ようなところ、そしてその傾向は今後も変わらないという,ようなところが本邦の高齢化の現状という,ようなところになっております。高齢期になってくるとどのような変化が進展に起こってくるのでしょうか。まずは身体素性について少し見てみたいと思います。 こちらは、えー、各年代別の、えー、体脂肪率の、まあえー、推移をお示ししているものになりますけれども、えー、丸のののグレーがが男性性赤の四角が女性の、えー、体脂肪率をお示ししていいるととううようなところになりますでこれ見てもらいますと分かる通り男性よりも女性で体脂肪率は、えー、全ての年代でまあ高いというようなところは、まあ、見て、えー、周知の通りかなというふうに思うんですけれども。 加齢とともにこの体脂肪率は徐々に男性と女性ともに増加しているというようなところが示されております。一方でこちらのグラフは金量の年代別の推移を表したグラフになりますけれども丸のグレーが男性赤の四角が女性になりますけれども金量に関しましては全ての年代で女性よりも男性の方が優位に高くて。 年代別な推移を見てみますと加齢、まあ、とともに、えー、少しずつ落ちていくと特に、えー、50歳を超えたあたりぐらいから男性も女性ともに筋量は減少しているというようなところが明らかとなっておりますすなわち体脂肪率は加齢とともに増加する一方で筋量は50歳以降で減少していくというような変化が、えー、体の中に起こってくるというようなところです。 そしてその原因としましては体糖脳の低下血圧の上昇脂質異常などの代謝異常が原因の一つとして考えられていてこのような異常は運動機能の低下にも影響を及ぼすというふうなところが示されております。こちらは高齢期における心身の変化を運動機能に着目して見た、えー、グラフになります。 えこちらのえグラフは階段を手すりや壁を伝わらずに登れないというような時に、えー、そうだと該当している方の、えー、割合が各年代で何パーセントずついるのかというようなのを示したグラフこちらは椅子に座った状態から何も捕まらずに立ち上がることができないといった、えー、質問に対して、えー、それに該当すると、まあ、答えた方々の 割合そしてこちらが15分くらい続けて歩けないというようなところでこれを見て,見てもらいますと、えっと、こちらの階段を手すりや壁を伝わらずに登れないといったところに早くから加齢のえ兆候が現れてきているというようなところが、まあ、見て取れるかなというふうに思うんですけれども大体80歳を超えてくると、まあ、30%程度の方が、まあ、こういったことを感じ始めていると。 85歳を超えてくるともう50%を超えてますので75歳以上の高齢者人口の中でも、まあ、多くの人たちがこういった項目に該当しているというようなところになります一方こちらは椅子に座った状態から何もつかまらずにまあ立ち上がれないという項目についてまあ該当した方は、えー、大体80歳を超えるとまあ増えてきまして、えー、85歳を超えてくると約40%の程度の方 九十歳を超えてくるとだいたい五十パーセントも超えてくるというようなところになってきます。そしてこちらは十五分ぐらい続けて歩けないとに該当する方の割合ですけれども、だいたい八十五歳を超えてくるとまあこれに該当する人たちの数の三十パーセント超えてくるというようなところが明らかとなってますので、やはりカレーと,ともにこういった運動機能特に 主観的な運動機能ですねそういったのも悪くなっているというふうに感じている人がやはり増えてくるというようなところになってきます。こちらは年齢階級別の運動パフォーマンスの変化について男性と女性で比較したグラフになります。この見方としましては65歳から79歳の方を基準として各年代が年を取っていくことに どの項目が著しく低下していますかというようなのを表したグラフになるんですけれども赤い丸が握力このひし形が椅子規律時間そしてこのグレーの四角が歩行速度になりますこれを見てもらいますと加齢による運動パフォーマンスの変化には男性と女性で違いがあるというようなところが示されております具体的ににはは男性においては 加齢とともに握力の低下が著しいというようなところ一方で女性に関しましては加齢変化とともに歩行速度が著しく減少していくというようなところが示されておりますので、まあ、高齢期における身体パフォーマンスの変化に関しては性差によっても少し違いがあると。そしして、男性性と女性で少し、えー 介入の視点、評価の視点というようなところをこういったところからまあ考えていくというようなところは非常に重要な視点かなというふうに考えます。こちらは年齢階級別の MMSE の特典、すなわち全般的な認知機能の評価尺度である MMSE 特典の変化になりますけれども、このグレーが男性、赤が女性というようなところになります。これ見てもらいますと、加齢とともに男性と女性ともに MMSE 特典は優位にまあ変化していっている。 低下しててていいっるるとととううようなところが、まあ、見て取れるかと思いますそしてこちらは年齢階級別の認知症になってしまっている方の有病率になりますけれどもこれも加齢とともにやはり認知,認知症になってしまう方の割合は増えていっていて特に85歳を超えると30%以上の方が認知症を患ってしまっていると90歳以上になってくると約半数の人たちが認知症になっていると。 いう,ようなところが明らかとなっております。